突然ですが、クイズです。都道府県の岐阜県と数字の42。この2つの関連性を漢字3文字で述べよ。はい、走ってってちょっと言いたくなるんですけど。<laughs> 東京フレンドパークね、またやってほしいですね。えー、このクイズ、もうわかるっていう方はね、きっと岐阜県民の方か、まあ先週の動画をね、見てくださった方だと思います。というわけで、今回は 先週公開した動画、岐阜県にあるプロサッカーチーム FC 岐阜が好きなサポーターをお呼びしたゲスト界の収録裏話ラジオです。まだ先週の動画見てないよーっていう方はそちらを一回見てからこのラジオに戻ってきてくださると、まあ、よくわかるかなと思いますのでそちらもぜひチェックしてみてください。ま,あ、また唐突なねクイズから <laughs> スタートいたしましたがこのラジオを聞けばですね一生ね 42っていう数字を見た瞬間に、あー岐阜県ねっていうのを思い出すと思います。<laughs> はい。というわけで、まあ、岐阜県について詳しい方も、私のように全く詳しくない方も、ながら聞きでいつものようにお楽しみいただければと思います。というわけで早速ね、まずゲストの紹介をさせていただきます。前回お呼びしたのは、りくさん。今回、ゲストに来ていただいたのは初めてなんですが、実は喋ったのはね、2回目なんですね。 初回は去年の、えー、ツイキャスのコラボ枠で来てくれました去年の4月だったかなもうちょっとでだから丸1年経つんですけどそこで陸上の話をねしてもらいましたこの春から陸さんは大学生になるんですがその時まだ高校生で陸上部だったのでその陸上にドハマリしているっていう話をねしてもらったんですけど でいつかゲストで出たいですっておっしゃってて、今回、リクさんの方から初めてお便りが来まして。大体ね、ツイッターの DM に直接、あの、やりたいですって言ってくれる方多いんですけど、リクさんはあの応募フォームを使って、ゲストやりたいですって言ってくださった方の第1号なんですね。岐阜県出身なんですね、リクさんが。で、まあ、地元のチームが今熱いので、その話がしたいですって言ってて。まあ、最初ね、 再生回数に全く貢献する気のない企画ですみませんって来てたんですけど、今回 f c 岐阜の開幕戦が2022年の3月19日だったんですけれども、その1日前に動画を公開したこともあってか、結果的にね、私のチャンネルの割にはですよ、あの、再生回数がえらい伸びてたので <laughs>、その界隈の人にね、多分見ていただいたのかなと思うんですけれども、まあ、たくさんの方に見てもらえて大変嬉しいんですが、この撮影に臨むまで,でね、 こう、私はまた予習が大変でした、今回は。長く動画見てくださっている方はご存知だと思いますが、あの、私、スポーツめちゃくちゃ弱くって、普段本当に切さないので、ルールから本当に覚える、理解し直す、みたいなところから毎回始めるんですけど、サッカーも例に漏れず、本当に分かんなくって、まあ、っていうことで、序盤は今回のそのサッカー界に臨むにあたっての、そのなんか、 予習頑張ったよっていう話をしたいんですけど、本当に頑張ったんですけど、多分知ってる人から見たらね、え、そんなところから <laughs> おさらいしたのっていうレベルの話なんですけど、ちょっとあざ笑いながら聞いていただきたいんですが、大概のゲストさんのものを予習するときってね、YouTube から入っていくんですよ。なんか公式チャンネルにこれこれがあるんで、これ見てくださいっていう風で教えていただくんで、素直にそれ見るんですけど、 えで、しかも f c 岐阜っていうサッカークラブにも YouTube チャンネルがありまして、そこに過去の試合とかかなり動画が上がってるんですね。すごく供給を頑張っているチームみたいで。で、リクさんも、まあ、これは見ておいてほしいみたいなことをあのいくつか言ってくださってる動画があったんですが、あのね、最初はあえて見ませんでした。何からやったかっていう話なんですけど、あのちょっと話はめちゃくちゃ飛ぶんですが、皆さんはね、あの、おそ松さんっていうアニメをご存知でしょうか あの、おそ松くん原作のアニメがあるんですけれども、おそ松さんの、ごめんなさい、何期か忘れたんだけどね、3期だったっけちょっと全然違ったらすみませんね。それのある回でね、麻雀会があったんですよ。もう、麻雀だけの話みたいなのが1回だけあって、で、その内容がですね、もう、 明らかに、麻雀苦労としかわからないセリフを全キャラクターがほぼノンストップで喋り続けて、麻雀を楽しんでいるっていうだけの回があったんです。それがね、私麻雀全くわかんないんですけど、麻雀わからない人から見ると、専門用語しか飛び交ってないので、ほぼ外国語に等しいんですよ。全然知らない語学のリスニングを何分もやってるみたいな。 でも、アニメなんで、まあ、絵は面白いから別に、分かんなくても見てられるんですけど、で、多分、サッカーも、その時の自分の知識の状態で、なんか試合のログとか見たとしても、おそ松さんの麻雀会と同じ状態になる、何やってるのか全くわからないし、どこを見ていいのかもわからないみたいな感じで、絶対時間の無駄になると思ったんですね <laughs>。なので、とりあえずサッカーという、こう、大枠ジャンルに、まず飛び込もうっていうことで、 何からやったかっていうとですね、ググりました。検索窓に、サッカー、J リーグ、仕組みと打って、出てきたサイトを片っ端から、 え、見ましたね。もう私知識がなさすぎて、Wikipedia でも今回はハードだったので、もう Wikipedia を見るのもやめました。まあサッカーってまあほんと世界的にも人口が一番多いスポーツだと思うので、もうサッカーって出てきた Wikipedia でもかなり情報量が膨大だし、専門用語がやっぱ飛び交ってるんで無理だなって思ってやめました。で、J リーグにした理由なんですけど、この FC ギフっていうのは、 今現在 J3 にいるんですね。J リーグっていうのは J1、J2、J3 ってこう上から順にトップリーグから降りてきていて、1年間の成績によって、まあ、J3 のチームが J2 に昇格したり、まあ、あるいは成績が悪かったら J1 のチームが J2 に降格したりっていうこう下克上をね、日々繰り返すようなシステムで成り立ってはいるんですが、で、その FC リフが 今年、その J3 から J2 に本気で昇格するぞっていう、そのなんか少年場みたいな年なんですね。強い選手を外部から呼んできたり、スポンサー増やしたりみたいな感じで、まあ経営も含めてものすごく頑張っていると。というわけで、その f c d フが一生懸命今昇格を目指している、その J リーグのまず仕組みを知りたいなって、その意味を理解したいって思ったのが始まりですね。 J リーグっていう名前はもちろん知ってるんですけど、その中がどうなっているのかっていうのは全くわからなかったので。で、まあ、幸い、こう、初心者向けの J リーグについて解説しているサイトがいくつかいいサイトがあったのでね、そこを読んでいって、で、一個一個わからない単語が出てきたら、それをまた別タブで検索して、あ、これってこういう意味なんだって言って、さっきの元のページに戻ってきて、また読み進めるっていう作業をずっと繰り返しましたね。 ま、具体的に何調べていったかっていうことなんですけど、まあ、発足年から始まりまして、J1、J2、J3、それぞれに在籍しているチーム数であったりとか、あとま、大事なその順位の決め方ね。どんな大会があって、で、どの時期に開催されているのか、で、それぞれの何とかカップとか、何々杯とかがあるんですけど、それの意味ですとか。 っていうのを、まあ、とりあえず片っ端から調べていって、で、それをだいたい読み込んで、まあ、大枠が分かったら、やっと Wikipedia に行きました。それをやっぱりね、読むと Wikipedia の内容ね、分かるんですよね。これなんか、あ、今勉強がちゃんと役に立ったなっていう感覚だったんですけど。でもこれ多分、英語で言うと多分、挨拶レベルだと思います。Hello! とか。<laughs> これは、あの、お昼にしか使えない挨拶だなとか。Goodnight! を、 夜寝る時に使う挨拶だなっていうのが分かった程度だと思うんですけど。で、その先どんどん行って、次に調べたのが、まずサッカーのルールですね。それゴールにボール入れた点が入るとか、そんなことは分かるんですけど、例えばなんかオフサイドとか、そのややこしい系があるじゃないですか。で、あと、ポジションですね。ポジションの役割はね、これは結構いっぱいあるんですよ。 ただこれの知識はね、昔見たアニメの知識が活かされたので、そんなにハードではなかったけど、ちょっと思い出すかなみたいなニュアンスでした。あの、稲妻11っていうゲーム原作の私はアニメの方を割と見てた方なんですが、稲入れの知識が若干ですけど残っていたので、あのキャラクターがいたら変だな、みたいな感じですよね <laughs>。あ、ゴーエンジがこの辺にいたから、じゃあフォワードってこういうことか、とか。 <laughs> みたいな。あ、キ道さんあの辺だったなとか、あ、染岡ポジションね、みたいな。あ、津波もここにいるんだね <laughs>、みたいな感じで <laughs>。すいません。あの、土初期の、あの、いない例なんですけど。で、まあ、そんな感じで、まあ、ポジションは割とね、ちょっと難しかったけど、まあ、いろんな場所があって、で、それぞれ役割が全然違うっていうこともなんとなく分かったんですよ。ほんと大枠ですよ。今全部喋れって言ったら全然無理ですけどね <laughs>。っていうのを、まあ、ざっと復習しました。 まあっていう感じで、とにかくサッカーを取り巻くルール、大まかなね、ルールを、まあ、なんとなく抑えましたよと。で、次に勉強したのが FC 岐阜の近年の成績ですね。その推移を勉強しました。まあ、これっていうのが、リクさんが事前にね、まあできたら、降格したあたりからの 成績をね、ちょっと見ておいてほしいっていう風で言われていたので、調べるとね、あの、ウィキペディアに全チームのね、発足してから現在に至るまでの成績が出てるんですね。あの、特殊点差いくつだとか、天皇杯何位だったかみたいなやつ全部出てるんですよ。で、それを見たらですね、 もともと f c ギフは、まあなんかその地方リーグからバーって上がってきて、J2 まで上がったんですが、そのただ落ちたっていうよりも、こう徐々に徐々に落ちていったっていう風だったんですね。その順位の推移、えー、を見ると。2009年が多分ピークだったんじゃなかったかな。で、そこからちょっとずつこう順位が落ちていってしまって、降格が決まったっていう流れだったと思います。で、なんか調べたらさ、J2 って、 まあ、そこのサイトが言うにはですよ。世界一、あの、過酷、厳しい環境みたいな風に書かれていて。まあ、日本は先進国ですけど、多分サッカー競合国とかに比べると、その選手育成環境が整っているかどうかとかいう多分そういう面でも含めてだし、プロのスポーツ選手が働く環境っていう意味でも、そこまで恵まれてはないんじゃないかなって思うんですけど、とにかく休みがないらしいんですね。めちゃくちゃハードスケジュールらしい。 こう、リーグ戦だけでも、まあ、中2、3日、要は週2、3のペースで試合が組まれていて、まあ、プラス天皇杯とか。で、順位によっては、さらに、J2、J3 の入れ替え戦とか、みたいなことがあったりして、もう、なんていうんですかね、日々の試合をこなしながら、それとは別で、ちゃんと強くなるための練習をしなきゃならない。ただですよ、そこに大変なのがね、やっぱ地方チーム。 地方クラブの経営の難しさっていうのがやっぱ入ってくるんですよ。資金繰りですよね、要は。地方っていうだけで、もうそもそもハンデなんですよ、まあ。なぜなら人が来ないじゃないですか。都市部にやっぱ人が集まるのでね。さらに降格してるとさ、サポーターとしても応援するモチベーションが下がりますよね。 今まで J2 にいたのに、ああ、J3 に下がっちゃったっていうので、あんなに応援してきたのに、みたいな風でこう失望しちゃったり、なんやかんやすると離れていく人もいて、より人集めが大変になる。でもその、サポーターの熱気も盛り上げつつ、まあ選手たちのモチベーションもキープしつつ、で強い選手を集め、 強くなるための練習をし、で、試合もこなさなきゃいけないっていう。もうなんかものすごいたくさんの壁を抱えながらやっていかなきゃいけないのが、地方チームの大変さなんだっていうのを知って、なんか、一口にサッカーって言いますけど、もうプロのサッカーってなるとね、しかもその日本でのサッカーチームってなると、そこに存在し続けるだけっていうのが、もういかに大変なことか。 それを地方でやるっていうのはどういうことなのかっていうところまであの考えさせられてかなりもうそこで私は結構なんか引き込まれたんですよね。ドラマがあるなというか、まあ、ようやく英会話で言うと挨拶はなんとなくできるようになったしブックとかペンシルとか簡単な単語は覚えたから、まあ、とりあえずレッスン1に入ってみようということでようやくそこで YouTube を見ました i n s i d e f c 寄付っていうチャンネルがあるんですが 過去の試合のハイライトが落ちてるんですね。で、それをまあできたら見てくださいっていうのをリクさんから伺ってたので、とりあえず全部見ました。あの、残ってるやつね。一番古くから残ってるハイライトの再生リストが2018年からのやつだったので、まあ別にそんな数もなかったし、一つの動画がまあ長くても10分ぐらいだったので、 まあ今までの試合全部見て、って言ってもですよ、あの、テレビ中継みたいなアングルでは撮ってないので、かなりもうサポーターの観客席に近いようなところから撮ってたり、ほぼグラウンドの高さから撮ってるみたいな映像だったので、その試合の全容みたいなのはあんまり見てもわからなかったんですけど、プロのサッカーの試合観戦はね、行ったことがないので、 試合前のサポーターの雰囲気とか、まあ、休憩中の様子とか、選手入れ替えの瞬間の盛り上がりとか、まあ、そういう会場の雰囲気みたいなものは、新鮮でしたね。やっぱ野球場とはちょっと違うじゃないですか。まあ、スタジアムの形から違うから、そういう感じなのかもしれないんだけど、で、まあ、その YouTube をね、過去の試合をひたすら見まくって、次何見ようかなって思ったらですね、えー、J リーグの公式切り抜きチャンネル。 こういうのがあるんですね、今。あの、二次三次とか、VTuber 界隈の切り抜きチャンネルとかね、あの、ひろゆきさんの配信の切り抜きチャンネルとかもありますけど、サッカーの切り抜きチャンネルもあるんですね。知りませんでした。で、そこでは、J1 がやっぱ多いんですけど、中にはね、J2、J3 の選手のゴール集なんかがありまして、で、そこで FC 岐阜で活躍してる選手とか、FC 岐阜に移籍が決まっている選手なんかのゴール集を見ましたね。 で、このゴール集見てるときね、コメント欄が結構良かったなって思って、まあ、例えば、岩手県のチームの選手がいたとして、その人が全然別なチームに移籍することが決まったと。で、その岩手県のチームのサポーターがコメントですごく寂しいけど、どこどこのチームに行っても、岩手のことを忘れないで頑張ってね、みたいな、そういうコメントがやっぱつくんですよ。で、あと逆に、 移籍先のチームのサポーターが、この選手が来るのが楽しみとか。 早く来てほしいみたいなこう期待を寄せるコメントなんかもついてて、それぞれ別のサポーターが集ってるんですけど、なんかそこで喧嘩したりっていうようなことが起こるんじゃなくて、それぞれこう離れていく選手を惜しむサポーターの声であったり、新しく来てくれる選手を楽しみに迎え入れたいみたいな、ちゃんと選手に対して愛があるコメントが溢れていて、結構見ていて気持ちの良いものでしたね。 で、さらに、それも見あさった後は、2月ぐらいだったかな ?FC ギフ祭りっていうファン向けのミーティングイベントがオンラインでありまして、なんか本当はね、オフラインでいつもやってたらしいんですが、まあコロナの関係でオンライン配信になったらしくって、それが2時間半ぐらいあったのかなでっかい会場で選手から監督から社長から何からかんから出てくるでかいイベントだったんですけど、まあまずそういうのがあるのも知らなかった。 だしその開幕前にここんんんななとをやっっっててるだいうのも知らなかったんですねで何してるかっていうと、まあ、とにかく今年の開幕戦に向けて今こんな選手が揃ってますよとかこんなスポンサー揃ってますよでこういうメンツで今季頑張りますよよろしくお願いしますっていうようなまあ、紹介イベントだったんですよでまあ冒頭は一番上の会長さんとかお偉い人の挨拶シリーズが続いてで次にスポンサーの紹介があってでその後選手紹介が一人一人 あって、そこがメインなのかなって思うんですけど。で、最後監督がコメントして、記念撮影しておしまいみたいな感じだったんですけど、このイベントのメインだと思われる選手紹介は、1番から、えー、45番まで、まあ、途中途中欠番がいっぱいあるんですけど、選手がどんどん出てきて、番号とポジションと今年の目標を色紙に漢字一文字で書いてきて、まあ、それについて一言コメントして、 ちょっと喋って出ていくみたいな形式だったんですね。で、それ YouTube ライブのログだったので、一人一人選手が喋ったりしていくことに対して、サポーターのリアルタイムのコメントも残っていて、ああ、この選手ってこういう風ないじられ方をしてるんだとかね、普段。あの、あ、誰々出てきたとか、フォワードに変わったのか、みたいな、あの、ポジションが変わってる、みたいな。 ので、驚いたりする声もあったり、その選んできた感じに対して、ああ、わかるわかる、去年こうだったもんな、とか、お、頑張れよ、みたいなコメントがいっぱい出てくるんですよ。なんかそれ見てて、すごいなんか、いいな <laughs> って思って。いや、オンラインでもやっぱり、こういうコメントとかで交流が図られたりするのっていいなって思いました。それはやっぱね、その直にあったりしたら、その時ならではのその、体験ができるんだと思うんですけど、まあオンラインはオンラインでこれ面白いなって思いましたね。 でなんかその選んでくる感じも結構みんな面白かったですね多分ね事前に提出してるからかぶらないようにはなってたのであの一人一人全員違う感じを出してきていたんですがでここで42番ですよ背番号42番の選手ね 覚えてますか冒頭で。岐阜県と42の関連性を漢字3文字で答えようって言ったの覚えてますか ?42 番の選手が出てくるんです。で、この選手、名前を柏木選手とおっしゃいますが、ミッドフィールダーでね。で、この42、何の数字かっていうと、岐阜県の市町村数なんですよ。すごくないですかまあ、動画の中でも言ってましたが、FC 岐阜は、 その全市町村、42の市町村に一人一人こう選手をつけて PR 活動を行っていくっていう、こう全部、全員で勝ちに行くみたいな活動をしてるんですよ。まあ、それを先陣切ってやってくるそうやってるのが柏木選手だっていうのがまあ動画内で説明していたと思うんですが、で、その柏木選手の出してきた色紙の漢字、全部の全っていう字です。で、42番だと。 これを知ってです、ね、もう私は42っていうのが <laughs> 頭から離れなくなっちゃってこれがやっぱなんか地方でプロスポーツチームが生き残っていく戦力の一つだなってもう本当に思うんですけどその象徴みたいな方だなって思ってものすごく印象に残っていますやっぱそのコメントでも県全体でみんなで勝ちに行くんだっていうことをやっぱり表明されて ましたけど、なんか、そのスタンスがすごいかっこいいなーってのは感じましたけどね。で、その後、新選手、新監督加入の記者会見のログも見ました。まあ、ここでもこう、監督がね、かっこいいビジョンについて語ってたんですけども、やっぱ具体的ですごく、なんていうの <laughs>、あの <laughs>、ちゃんと会社だなって思いました。 どことは言いませんけど。<laughs> 抽象的なことを言わないあたりがすごく、あの、現代的で素晴らしいなと思ったんですけども。まあ、ここまで見るとね、私さ、別に岐阜県行ったことね、まあ、あるはあるよ。そのなんか観光とかで、あの、エナウとか行ったことあったりはするんですが、そんなもんですよ。 県外の人間なんて、何か接点がないとね、例えば住んでみるとか、岐阜県の企業で働くとか、なんか自分に直接関係がない限り、そこまで自分の住んでない都道府県についての関心なんて、そうそう高まらないと思うんですよ。なんですけど、やっぱこの予習を通してね、もう行きたくなりましたもん、岐阜県。まあ、とにかくね、試合を見たいっていうのはありますね。あ、そうそうそう。で、今回、まあ、動画のめっちゃ終盤でね、 リクさんが今回開幕戦、もう初日からスタジアムに見に行くと試合を、もうユニフォームも買ったし、もう準備万端で今から楽しくてしょうがないんですっていう話をしてくれて、もうそれがすっごい楽しそうでさ、めちゃくちゃさ、見に行きたくなったの私も、こういう楽しんでる人が絶対そばにいてほしいんだけど、こういう人と一緒に試合を見たら絶対ルールわかんなかろうが何だろうが楽しいだろうなって思ったの。 で、もう行きたいですって思わず口走っちゃったわけよ。それは本心だわけ。そしたらさ、リクさんがさ、え来ますって言ってくれたわけよ。それがすごいなんかさ、あこのゲスト会やった意味だなって思ったの。なんかその収録内で、 予定調和じゃなく、そういう、本当に行きたいと思って行きたいって言って、え、来ますじゃあ行きましょうよっていうやりとりが発生する自然発生するのって、すごくなんかやった意味があるなっていうか、で実際に本当行きたいのよ、私。でも、一個言い訳していいあの、やっぱね、私ね、もう何度も言ってますけど、このラジオ内でも。あの、一人暮らししてるんじゃないんですよ。あの、お金を自由に使えない立場にありまして、 で、まあ、なかなかガチガチにね、財布の紐を管理されている身なので、行くって言ったんだけど、お気軽にはなかなか行けないのよ。っていうのもあって、まあ、今後、このゲスト会に関連して、どうしても必要な予習代とか、そういうのをなんかね、カンパを集りたいなってすげえ思ってるの。 どうやって募るかはね、まだ微妙なんだけど。だってサッカーのチケットなんてさ、Amazon ギフト券もらったってしょうがないじゃん。Amazon ギフトポイント。もらったってしょうがないじゃん。<laughs> 現金化するの多分大変でしょ、あれ。何割か持ってかれちゃうしさ。だからなんかそういう、私がゲストさんの好きなものを一緒に体験するっていうための金銭的な仕組みみたいなのも早く組みたいなって思うんですけど、なんかいいのないですかね。<laughs> <laughs> めっちゃね、最近ずっと考えてるんですよ。どうやったら、こう、気軽に匿名で私に、なんかこのお金で、次のゲストさんの予習に必要なもの、やっておいでとか、買ってくださいみたいなやつできるかなって、すごい最近考えるんですけど、まあ、とにかく、でも今年中に試合に行きたいなって思ってるの。で、もうリクさんとね、ちょっと話を進めてあって、っていうのが、もうリクさん、多分今年中に、もう2回目。 出たいっていうのはもうおっしゃってくれてるんですね。まあ初回だからすごい今回緊張しちゃったっていうのはおっしゃってて、だからまあ次だったらもうリラックスして喋れるんじゃないかっていうのも本人もおっしゃってたんですけど、で、もし2回目出てくれるんだったら、本当はもうその時に私も試合を見に行った後の方がいいと思うんですよ。同じく生で試合を観戦したことがある者同士で喋った方が絶対面白くなると思うんですけど、多分ね、まあすぐは無理だと思うわけ、私が。 だから、今度来てもらうときは、サッカー、てか FC 岐阜の試合をまあ未観戦だと。まあそういう初心者に対して、サッカーの試合を見に行くには、何が必要かみたいな。心得みたいな。そういう心得講座みたいなのも含めて、スタジアムで試合を生で見る魅力とか、楽しさみたいなものについて喋ってほしいなって思うわけ。もう3月19日に開幕戦終わってるので、見に行ってますので、リクさんはね。 だから今年の試合の感じこんな感じだったとか、雰囲気こうだったんですよとか、あとスタジアムでしか味わえないスタジアムグルメ、スタグルとか言ったりするらしいんですが、とか、なんかわかんないけどさ、例えばアーティストのライブ行ったりすると、その、事前に、例えば物販とかがあるじゃないですか。そうなってくると物販が何分から始まるから、だいたい何時間前に会場入りするといいですよとか、で、どこにどんなものがあるからこういうものが必要ですとか。 みたいな。現地に行く用の準備ってあるじゃないですか。そういうのって全然想像がつかないからね。どういう楽しみがあって、それに向けて何を準備しておくともっと楽しめるよ、みたいなやつをなんか教えてもらう動画撮れたらいいなって思うんですよ。で、叶うならばですよ。願わくば、リクさんと一緒に同じ試合を見に行って、まあなんかその時の動画もね、サブチャンネルの方であげれたらいいなって思うんですけど、で、それを踏まえて、第3回目。 一緒にもう見た後にさらに魅力を掘り下げるみたいな風で3回目のゲスト収録取れたら最高じゃないですか。要は私が布教されてどんどんハ <laughs> マっていくその魅力をどんどん深いところまで知っていく様子をこう順を追って見ていけるっていうコンテンツにもなるじゃないですか。 そういう FC 岐阜一つのテーマに対してどんどん掘り下げていく形式のゲスト会っていうものがまあシリーズ化していくのも面白いなって思うのでまあなんか今年の一つやりたいこと達成したいことの目標に試合を見に行くっていうのが一個加わったのでそれは是非ね今年達成したいなと思っております、はい。というわけでそろそろ締めにかかりたいと思うんですが、あのー、今回動画上げて、まあ、さっき冒頭でちょっと言いましたが その界隈の中で割と見ていただいているのかなっていう印象なんですけど、その中で一つね、引用リツイートいただきまして、まあ私が動画投稿しましたよってツイートした時に、サッカー全然知らなくっても、そんな私でも楽しめたんで、ぜひ見てくださいみたいなツイートしたんですよ。それに対してね、サッカーのルールなんかわかんなくてもいいんだよっていう、あの優しい言葉をね、そのサポーターの方の一人がリツイートの中に入れてくれたわけ。 それすごいなと思って。究極ね、知らなくてもいいんだよってこと。楽しむためには。なんかいるじゃないですか、知識マウントしか取らないオタクって。私大っ嫌いなんですけど。<laughs> あの、知識があるのは別にいいことだと思うの。でも、知らなくてもいいから、とにかく楽しめたらいいよって言えるってね。それって愛がないと無理じゃないですか。そんなこと言えないじゃないですか。いや、知ってるやつ以外来んなよっていうところってさ、 要はもうコアファンしか育たないから、そのコンテンツって多分長い目で見たらいずれ衰退していくと思うんですけど、マイナーコンテンツがメジャー化していく、大きくなって、周りを取り込んでいくためには、にわかを許すための土壌がないと無理だと思うんですよ。まあこれはね、何をもってオタクというのか、コアファンとにわかファンとは何なのかみたいな、その区切りの話になってくるとまたちょっと別ラジオでやらなきゃいけないんで、今は踏み込みませんが、でもね、 みんな最初は何も知らないわけじゃん。何かそのコンテンツ、何でもいいんですけど、アニメでも漫画でもゲームでも何でもいいんだけど、最初は知らないわけじゃん。そこに寛容であれるかどうかっていうのはね、ものすごい大事だと思うんですよ。で、その点で、その f c 岐阜のあのサポーターの方は、ものすごくなんか、まあ、懐の余裕みたいなものが感じられて、すごく素敵だなって思ったんです。別にいいんですよ。 岐阜県が42の市町村でできているなんて知らなくたっていいじゃないですか。あの、岐阜県の府が書けなくたって別にいいじゃないですか。<laughs> だからね、冒頭で私はさ、突然クイズを出したけど、岐阜県と42に関するクイズを出したけどさ、こんなこと本当は知らなくてもいいわけですよ。そんなことを知っていることよりも、岐阜県って聞いたら FC 岐阜っていうサッカーチームが思い浮かぶこととかさ、 ルールが分からないけど、試合を見においでよって言ってくれる人がいることとか、そういうことの方が大事だなって思ったわけ。だからこの、今回のラジオのタイトルはクソですよ。<laughs> マジでクソですよ。もうね、サポーターさんたちを見習いたい。私は。こんな岐阜県の知識マウントでね、ラジオの引きを作ってる場合じゃないんですよ。早く試合を見に行けっていうことですね。はい。というわけで、 試合を本当に見に行くんだったら、もうちょっとサッカーの勉強はやっぱしなきゃいけないなって思うけど、やっぱリスペクトを持って、愛を持って、な、ま、ん、あ、とか今年中に試合を見に行けたらいいなって思いました。もうそう思わせてくれた、私にとっての新しいなんか知識というか、こう世界の扉を開いてくれたリクさんには本当感謝しかないですね。 ぜひまた出てほしいなと思います。そしてあの、リスナーの方にはね、どうにかして私に、あの、カンパをするシステムの、あの、アイディアをください。マジで。<laughs> なんかさ、こう、現金カンパみたいな仕組みがさ、なかなかないんだよね。なんかのポイントとかになっちゃうからさ、サッカーのチケットが買えないわけですよ。どうしたらいいんですかね。ちょっと本当なんか知恵をください。はい、ちょっとお願いで終わっちゃいますけど。 で、あ、そうだそうだ、あの、次回の予告をしておきます。なんとですね、次回のゲスト会からちょっとした革命が <laughs>、起きる予定です。大型アップデートがね、入っております。まあ、とはいえね、なんか、企画そのものがひっくり返ったりはしないんですけど、ちょっと、うんまあ、いろいろあって、 今後ゲスト界の動画の、まあ、コンセプトまではいかないけど、ちょっと編集ががっつり、編集っていうか動画の見せ方がちょっと変わります。それが、まあ、大型アップデートかなっていう形になるので、それについての動画が次回出ます。こうご期待 <laughs>。という形で締めさせていただきます。なかなかね、すみませんでした。はい。では、また次回のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。 さようなら、バイバーイ。